場するのはまだ早いね。結婚しちゃったわ女の子。面白いね。こんにちは、ワキシンゴのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼン。あれ知ってるんですか。俺よく見てるもん。本当ですか。ありがとうございます。よく見て。いや実は今日ちょっとこのお三方のもうモンスター YouTube モンスターもチャンネルに呼んでいただいてありがとうございます。本当もう僕はボクシング界のモンスターといえばもうこちらのチャンネルだと思って何ごまかしてるよろしくお願いします。何でも聞いてください。はい、ということでもうやっぱお三方並ぶと僕ちょっと迫力がありすぎてちょっと緊張して全然なんかいろいろ喋りたかったことがあるんですけどもうほとんど喋れなくてちょっと代わりに喋ってもらってもいいですか。ね、何で私が知ったの。緊張するのはまだ早いね。そうだよ。夏だよ。それ緊張のあるんだぞ。めんどくせえからさ、なんか話がすごい少ないからちょっといろいろ質問考えてきてるんですけど僕日本チャンピオンと東洋チャンピオンの賞を取ってるじゃないですか。でまあ皆さん世界チャンピオンじゃないですか。世界チャンピオンのファイトマネー事情って僕知らないんですよ。ファイトマネー。ファイトマネー聞く。本当ぶっちゃけ日本東洋って結局まあ興行にもよるけどチケットでいただけるじゃないですか。でまあチケットだったらその100万だったら200万円分のチケットを買ってっていう感じだけど世界戦の時ってどういう感じなんですか。現金だよ。あとは自分でチケット売ればさ、そのバッグから。あ、それもまた別と。畑なんかすごい売ったらしいからね。最後の試合で売ったんでしょ。どのくらい売るんですか。2000万ぐらい。マジですか。で今でもほらチケット売れなくても有料テレビでさ、はいはいはい、だからそれぐらい世界に人気出ればもっとそうですよね。おいしいことがあるよね。ただ今世界チャンピオンになっても、まあ、テレビがついてないとこ多いから結局、ね、自分らで売らないとダメでしょ。うん、それはちょっとかわいそうだよね。やっぱ昔と今でその人気も違ってくるじゃないですか。昔はとりあえずさ、世界挑戦するときっていうのはテレビ局の放映権だけでなんとかなったんだからさ、はいはい、今それがないわけじゃん、はい、ね、テレビ局の放映料が2、3000万が入るわけだから、うん、その金でとりあえずチャンピオンのファイトマネーとかさ、はい、そんな経費になったもんなんだけど、今もうチャンピオン呼ぶ経費がもうチケット売るぐらいしかないじゃん、スポンサーつけるかとか、はい、テレビがつかないから大変だと思うんだよね、今の時代っていうのは。で人気出れば有料テレビみたいに海外でどこやってももらえるけど、はい、その辺はまあ、だから実力主義の世界だよね。僕も2016年に一回世界戦を挑戦させてもらってその時は TBS さんにやっていただいてるんですけどそれでもやっぱり王座決定戦だったけど相手を呼ぶのにお金って相当かかるじゃないですか。それも自分でなんとかスポンサー集めてお金用意してやっていただいたりしてたんで。役員呼ぶのに金かかるらしいよね。あれだけでも2000万近くかね。そんなかかるんですか。海外から、まあ、インテリもあるしさ、インテリだけ400万じゃん、はい、で、ね、スーパーバーズは当然ファーストクラスでかかるよし、で、ね、レフリージャッジとか宿泊費とか何やかんやったらそれはもうえらい金でしょ。世界戦はそれが金かかるらしいよね。そうなんだね。金もなきゃいけないから、ね、あとチャンピオンベルト聞きたいんですけどあれってもらえるんですか。あれ買うんですよ。いや、世界のチャンピオンベルト、あ、買うのか。あれ買うんですよ。あ、買うんですか、世界の。ジムが言ってないから分かんないんだけど、買うんだね、あれ。あ、世界も買うんですか。日本東洋、日本はまあ、持ち回りでレプリカ作る、あるじゃないですか。東洋もないし。東洋はないから、自分で作らなくちゃいけない。世界チャンピオンは、だからジムが払ってるじゃん。あ、そういうことなの。だから自分のその価値としてもらう、はいはい、そうそう。で、分からないね。なんだっけ、2000ドルか3000ドルでね、WBA。もう30になってきたけど、まあ、30万ってきてるよね、日本に。そうだよね、まあ、そんなもん。当時多分100円ぐらいだったから、30ぐらいだったんじゃないの。畑持ってないんだよ、日本あげてんだよ。すごいチャンピオンであげるんだよ。物言いかけじゃないから。すごいだろ。マジっすか。3本ぐらい持ったんだよ。日本持ったんだ。2本持ってましたけど、両方ないですよ。両方ないの。衝撃なんですけど。ちょっと変わり目。両方ないのに、あれなんだっけ、これ10万人いったらもらえるんでしたっけ。YouTube のやつ、ね、あれは喜んで持って帰ってきた。あれは俺んちにあるから。どっちが価値あんねん。3本もらえたんですか。いや、1個。あ、1個なんですか。を代表して、竹山さんが世界チャンピオンベルトより欲しいって言ったら意味が分かんないだろ。泣いて頼まれたからさ。奥さんなのに。YouTube の盾で子供がむちゃくちゃ喜んでる。あ、子供がむちゃくちゃ喜んでる。
チャンピオンベルト持って行っても全然喜ばないけど、相手は喜ぶのかな。やっぱ今 YouTube の方が上なんですよ。めちゃくちゃ上だけど僕試合終わったら怪我がなければもうすぐ練習始めるんですよ。あ、真面目だね。で、皆さんその終わった後ってどのくらい休まれたりとか、まあ、なんか俺はね、もうジムが結構1週間後から練習来いって言われてたんで、はい、あ、やっぱり1週間後、うん、僕、1回、徳山さんかな、あの1ヶ月まるまる何にもしないって聞いたんですよ。徳山、はい、あ、そういう人の方が多いんだよ、本当。あ、やっぱそうなんですか。私が聞いたところでは、もう水健さんなんかも1ヶ月から1ヶ月半、渡辺淳さんなんかもそうなんですけど、もうほとんどの世界チャンピオンはそれぐらい休む。世界チャンピオンでしょ。リフレッシュと、あの、はい、体のケアと、まあ、世界チャンピオンはね、はい、世界チャンピオンは1ヶ月半ぐらい休むのね。畑も結構休むんだよね。そう、俺はもうマックス温泉だから大体次から温泉行って、あ、私はもう1週間休んだ、10日休んだって言ったけど、はいはい、それが蓄積されて今度は動けなくなるから、やっぱり1月半ぐらい休んだ方がいいんだよね。やっぱ試合のダメージってあるからか動けないですよ。俺そんなダメージなかったよ、ダメージっていうか精神的なダメージがでかいじゃん、しばらくもうやりたくないと。え、でも体めっちゃ筋肉痛になりません？血尿は出るしさ。そうっすよね。血尿出たことない。まあ、ガンになった時ある ,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 
世界戦の中で7回も血尿で、やっぱ血尿ですか。だからやっぱりね、1週間ぐらいは温泉とか行ってもう何本かでトゲっとして、はい、で、この1週間まで帰ってきたら今度はもう飲むよ、もうね、酒もね、女もしばらくやりたくなくなるわけよ。一番こっち事情を聞きたいんですよ。それはこっちに聞いて、畑がモテる。畑だけ聞いて。いやでも世界チャンピオンっていう、もう肩書きですごくないですか。そうだよ、半端ないことだよ。全然違う、やっぱ高橋会長も半端なかったんだよ。全然違う、だからあの1ヶ月前に、試合の1ヶ月前に後援者たちが銀座に連れて行って、はいはい、せんね、みんな応援してくれてよ、してよって言って、女の子はああ、そんなの、ああっていう感じだったのが、世界チャンピオンになっていったら、もう全然違う、入った瞬間に、ああ、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、そうだね、全然違う、デンマークでやばい、こんな感じだから、それは違う、ね、全然違うよね、行っちゃうと全然違う、だから、なりたいでしょ、なりたいです、お金ちょうだい、私にくれてもなれない、お金じゃなれない、海外行って、あの日本語を通じる女の子と喋るじゃん、飲み行ってる人。その時に誰かが YouTube とかさ、あの上のあのプロフィール載ってるやつとか、ウィキペディア、ミスだったの俺の、はいはいはい、したらコロッと誰かあるのね、あーチャンピオン。あれ一般人だったら多分変わんないでしょ、見る目が変わるもんね、変わる、本当すごい人なんだみたいなさ、そうそう、で YouTube で、ね、戦ってる試合のやつとか見るで、あの人とか、ここのやつとか、だますます外人でもコロッと落ちるの。マジですか、外人でもなんすか、コロッと落ちるので、まあ、チャンピオンになってないけど、そういう YouTube で、ね、はい、試合で倒してるやつが見たら、はい、結構コロッと、じゃあ、キャバクラに行って俺の試合って言ったら、いやそれやったらけどバカっぽいじゃん。あれはそうだよ、自分からやったらバカ。そうそうそう、人がやってくれるからいいです、うん、でアシスタントを置いて、普通にアシストしてもらって。でもね、日本国内で何の相談してんすか、俺。日本国内でそれやられたら俺頭くるんだから、いちいち言うなってね。国内だったら嫌じゃん。めんどくさい。でも例えばさ、我々だってもう今の若い子なんか知らないのに、それわざとさ、知らなくて飲んでるから面白いわけじゃん。あ、そうそんなのさ、知ってて飲んでるってつまらないし、知らないんだっつって、で誰かが客とかが行って、でこう、そういう記事書くならばしょうがないし、はいはいはい、そこで女の子がテンション上がればそれはそれで面白い話や、はい、それはいいんだけど、自分から言うとかさ、一緒に飲んでるやつがここだなっていうのはもうこれはもう嫌だもん、はいはい、めんどくさいね、確かに。もっと聞かなきゃいけないことあるのに。すいません、全然だから、いや、一生懸命頑張ったらそういうご褒美がある。そうですね、ご褒美。あ、でも結婚してたから別にいいじゃん。そうなんですよ、ね、だから今のもう聞いても意味ないんですよ。結婚しちゃったら女の子関係ない、関係ない。こういうマグロで生まれてきた人、モテるやつはしょうがないんだから。まあまあそうか、推薦カードはなんとかって言うでしょうか。ねえ、それも恥だよ。いや、それは人間が決めた話だから。それで手つけて失敗した人いっぱいいるだろうね。でも英雄色子飲むって言うから、うん、やっぱもうそうやって言い訳していこうかなと。バレなきゃいいんだから。バレたら殺されるよ。もちろんバレないよ。もちろんバレないよ。喋った時間無駄になってるから、ずっとビービービーって。ありがとうございます。高橋さんってもうすぐ芸能界入りってことですね。
いや、じゃあ悩んでる期間が3ヶ月ぐらいあって、まあ24だし何かやりたいなって考えてる時にたまたま出会ったのが芸能界の仕事だったんで、一回じゃあまだ若いし、事務持つには若いから勉強しようと思って社会勉強のつもりで芸能界行ったんです。そうそう、俳優養成所もちゃんと通ったんです。偉いでしょ子役からやろうとしてる。そうじゃん、でも一つ言ったらいいんだけど、子役の方で言ったら子役で大きい方だったちょっと中途半端なんですね中途半端なんです一番でもないですか皆さんでも俳優やられてますよ。俳優っていうか、世界チャンピオンだったら、そういうオファーが来るんだって。だからそこでもいいんだよ、世界チャンピオンの映画の主役とか来るわけだ。そうですよね。俺なんか映画の子役しか来なかったけど全然違うよ。でもチャンピオンになったからラッキーなんだよね、そういうオファーが来るってことは。世界チャンピオンにないと多分来ないでしょ。しばらくやっぱり芸能でこうそういうのでこそがなるからね。まあそうですよね、畑ぐらいになるからね、人気あったしね。しばらくこそがになったから 2,3 年はそれで食えてたんじゃないですか。やっぱ嬉しいもんですか、その俳優の仕事をいただけるって。まあ、いやなんか恥ずかしい、まあ、人によるかもしれないけど、俺はあんまりやりがいを感じないんだよね。例えばさ、ボクサーはその日いいスパーリングしたら先生にも褒められるし、はいはい、そのなんかお俺頑張ってるって分かるじゃない、うん、いいスパリングとかいい練習したなとか、よく走ったなとか。ああいう仕事ってさ、客観的に誰かが評価してくれるわけでもないし、例えばこの映画が当たりましたとか、このドラマが視聴率良かったでしょとなると、まあこれが評価なんだろうけど、それって自分の演技とかさ、自分の関係ない話じゃん。ああ、まあまあ所詮そのなんつうの、芸能人って多分こういう職業に所詮さ、人気なんていうものはさ、目に見えないもんじゃん。努力じゃどうにもならないし、かっこいいとかさ、そんな目に見えないもので仕事するっていうのはやっぱりさ、なんか不安じゃん。そうか、確かに。俺もなんかああいう仕事がこうなんていうの、はい、こうなんか自分は嫌だなっていう。まあ、金もらってたから金が良かったから出てましたけど、はい、こんなこといつまでも続くわけもないしっていう風に思ってましたね、やってるから。テレビさ、俺何回も呼ばれて出てるけどさ、はい、めちゃくちゃおもろいこと言ってめちゃくちゃウケたことあるんだって。はい、本当に、あ、これは流れたら絶対俺、美味しいなと思ったら、全カット。自分だけ思ったら面白くなかった。いや、面白かった。自分だけ面白かった。え、そういうこと。そうだよ、面白かったら流れた。そういう風にテレビって、とかしさんメインに撮ろうと決めたら、俺らが面白いこと言ったって使われないわけ。あ、もうその点 YouTube は違うじゃん、はいはい、俺らのチャンネルを見に来てくれてるから、こっちの方が俺は喜びがおでかいね。で、世界全部になったから主役なんだ。脇役じゃないよ、はい、主役で呼んでくれるんだよ、全然違うでしょ。僕は脇役、テレビの場合は脇役だ、馬鹿役だ面白いね脇役で呼んでくれるんだよ。吉本行くか、太田プロ行けないか。あっ、個人的に言わないだけでしょ。それさ、こっちしか知らないから。もう分かんないよ。いや、僕、ほんと小6ぐらいなんですよ。小6だ。ファイトクラブで、中1からボクシング始めてるんですけど、ガチンコファイトクラブの影響がめっちゃ大きい。それでボクシングやられた。はい。じゃあ、お金持ってきなさい。でも、それでさ、あの、いろんなことを叩かれてるけど、それでボクシング始めてくれた人が結構多いんで、それは多いでしょ。それは嬉しいよね。それは多いと思います。増えたもんね、あの時。増えましたよね。このジムの会長さんからも喜ばれたでしょ、お前のおかげでね。いや、闇言う会長もいっぱいいたよ。そう、なんかね、あんなやっちゃダメだよ、絶対会員増えてるくせにね。本当に最初、アミノさんとなんか組合、あ、俺アミノ、仲悪かったもんな。あ、マジで分からなかった。一発殴ってるそうなんですか、うん、そういうのやっぱ、あいつもね、ボクシングやりたくないのに呼ばれてたみたいだから、しゃなしちゃしゃないね。そういうのあるんですよ、ね。まあ、何してもね、あの番組でワケ君もやってね、はい、そうそう、本当ボクシングやるきっかけだった、チャンピオンになってるわけだから。そう、はい、あの番組の影響力は役に立った。畑の時、特番組んで平均勝率30何パーあって、最高が39ぐらいやった。すごい、39。当時の、ね、20超えたら半端じゃないんだよ。もう最後いいですか。あのずっとやっぱ僕こう、11月負けたじゃないですか。で、本当にモチベーション落ちて、
で、もう本当すごい辞めることをすごい考えてたんですけど、こうやって復帰を決めて、やっぱ自分の中でこう復帰を決めるからにはやっぱ世界を目指したいっていう思いが強いんですよ。で、今後なんか僕にアドバイスいただけたら本当にすごい嬉しいなと思って。ね、34歳って若くないじゃないですか、はい、若くないんで、で、今まで一生懸命やってきたと思うの、今もね、今までも一生懸命やってきたと思うんだけど、にもかかわらず、まあ、結果が出なかったと、はい、ってことは、やっぱり今まで結果出なかったから、すごい変えていかないと、あ、はい、それは普段の生活からかもしれないし、うん、ね、あえて茨の道をさ、選んだわけだから、はい、これはやっぱり、その道はもう険しいよ、絶対にね。はい、今だってそんな楽な道じゃなかったんだから、はい、それでもならなかったと、はい、で、ここでもまた、ここでまたチャンピオンを目指してやるってことからには、それはやっぱりもう茨の道だから、いろんなこと変えていかないとさ、そうですね、はい、さっき俺が言ったように、ね、ロッキーじゃないけど、左ストレートをこう縛ってさ、はい、右だけ練習するとか、はい、で、まあ、こんな ね、つまらない練習ばっかりしてやってくれよと思うかもしれないけども、まあ、そのぐらいの、自分に課さないとさ、はい、切れ事じゃなくて、僕そのぐらい貸すぐらいの気持ちでやらない、自分に何かを貸すつもりでやらないと花開くのは難しいよね、あ、はい、現実問題、はい、今までだってね、苦しい練習してたんだろうから、それでも結果出なかったわけだから。今何敗してんだっけ。6ぐらい、はい、結構したね、6敗もした、ね、はい、やっぱなんか本当東洋取ってバーって上がって世界で負けて、でそこからバーって世界2位まで上って、その世界前哨戦でフィリピン人に KO 負けして、そうだよ、世の中がなんかチョンボすんだよ、ね、はい、そうそう、あのチョンボが、チョンボもう本当勝ってる試合をやっぱ 1-2 で圧勝してて、3ラウンドで一発ボンってもらって負けて、でそこからまた這い上がって井上拓磨戦だったんですよ。で、自分のこれがすごかったんですよ。でもこのたんびになんか自分は強くなってる気がしてて、でさ、今こっちに落ちてもう一回このやっぱ上がっていくところで、やっぱ本当に何か変えていかなきゃなとは本当に自分の中で思ってて、変えるって結構大変じゃないですか、簡単に変えれるもんじゃないから、うん、だからやっぱり、私もね、そのスーパーフェザー級でタイトル取られて引退しましたって言ったら、その時に負けた試合見なかったんですよ、うん、カムバックするって決めてから初めて見たんですよ、はい、録画された試合、それでやっぱりその試合はもう擦り切れるくらい見てさ、はいはいはい、やっぱり自分の悪いところもあ、なるほどなと、これで騙されたんだと、やっぱりそこからとりあえずダメなことをさ、はい、洗いざらい整理していかないと、はいはい、そのなんとなくいいやつはダメだし、あ、はい、そう、テケちゃん何かあると思います。僕ですか。僕はもう本人がね、本当に世界目指してやるって言ったらそれに、ね、尽きたことはないと思いますよ。ただ中にはさ、ボクシング1試合やって、まあ、お客さんいっぱい呼べるから、まあ、チケット売れば、ね、生活になるっていう考えだったらやめた方がいいし、あ、そうですね、うん、ただね、そういうもう一回世界目指して本当は、はい、集中して気合い入れてやるっていうんだったら、はい、やった方がいい。あ、はい、まあ、やっぱり新規一点変えるにはガラッと変えるなきゃいけないから、まずリーゼントアフロにしてそれだけやめた方がいい。もうそれ以外は全部変えるんでリーゼントだけはやめもう悲観にする。高橋さんも真似して、ね、具志堅さんの真似して4回戦の時アフロしてた。マジですか。でも勝って信じようになったし、もう一回アフロにしてください。いや、お願いしたってしょうがない引退してんだ。もう髪足りないっすよ。いやいや、まだまだどう。いや、もうリーゼントはもう変えたくないです。変えたくない。もうそれ以外は変えます。ああ、それは世界取れないかも。いや、こんな理由ない。なるほど。まあ、ね、なんか新規行ってパッと気合い入れて、ね、取りこぼしのないようにね、うん、やるしかない。まあちょっとね、環境もいろいろ変えていきたいとは思ってるんで、はい、俺たちみんなさ、本当にもういっぱい練習したの、はい、頑張ったから。そうですね、はい、才能あるんだから、もっとやってくれたら。いやいや、もう俺たちは頑張ってるしか言いようがないんだもん。そうですね、はい。でも本当貴重な意見ありがとうございます。今俺 YouTube で研究できるじゃん、社会で。あ、はい、だプラスにしてくださいと。わ、はい、かりました。またなんかいろいろちょっと僕も世界に出していくんで頑張ってよ。またいろいろ教えていただきたい。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もナイスリーゼント。